アニハセヨ、こんにちは。どうも、正解のコメディアン、ヒヨゴンです。イエーイ。今日も独特の始まり方で始まりました、ヒヨゴンでございます。わーい。どうですか皆さん、照明が眩しいぐらいに私の顔面に近づけているんですけど、どうですか？やっぱり一流の YouTuber さんって、すっごい白い照明使ってるじゃないですか。でも私は土産流 YouTuber なので、オレンジ色の光です。わかりますか？私、白の光が大嫌いで、オレンジの光が大好きなんですよ。この気持ちわかってくれる方いませんか？わかる方がいたら、なんとかかんとか .jjp.com.com rnet.com へようこそ、じゃなくて、ご連絡ください。それでは、今日も始めていきましょう。今日は、なんと、皆さんが、待ちくたびれていただろう、モッパン動画です。ウェーイ！拍手。やめるタイミングわからんくなるやつです。ラーメンのモッパン動画をあげたいんですけど、ちょっと私韓国から帰ってきて、食欲がなくて、すいません。光飛びが激しいので、ちょっと離しますね、ライトを。離れてください。で、私、韓国から帰ってきて、ちょっとあんま食欲がなくて、ちょっとラーメン、まだ1個しか食べてないんですね。これ、ラーメンのモッパン動画あげるの、3年はかかるわと思ったんで、お菓子のモッパン動画をあげようと思います。それでは早速行きましょう。レッツゴー！まず、1個目、じゃらーん！マイチューパッケージなんか袋ちゃんと見せろよっていうやつ、言うやつじゃない。見せろよっていう方がいらっしゃったら、私の購入品紹介、食べ物編の方を見てください。全部紹介していますので、お願いいたします。はい。ではまず早速、こちらのいちごのマイチューから食べてみましょう。いただきます。うわっ。この味を表現するとね、ハイチュウをちょっとアメリカンっぽくした感じ。アメリカンチュウみたいな。美味しいです。すいません、普通に考えて、これ1個食べるのに、2分はかかるんで、ちょっと、ここだけの話、もう桃食べちゃってるんで、私何回か。もう食べずに、味の感想だけ言わせていただきますと、桃！って感じの味です。これしかないです。私的に感想はこれの。もう、桃だよって感じ。もう、桃！僕は桃！っていう感じの味です。なんか、桃のハイチュウをアメリカンっぽくしたような味です。すいません。本当に語彙力がないのに塊なんです。私って。とりあえず、ハイチュウをちょっとアメリカンっぽくしました。みたいな味がします。食べてみてください。次、じゃーん！リアルブラウニーマーケット王のやつ、コンビニで買ったのめっちゃ高いやつ。はい、こちらでございます。こちらも皆さん動画見てくれていると思うので、もう勝手に話バンバン進めていきますが、抹茶とチョコ買ったじゃないですか。チョコの方を食べたいと思います。もう抹茶はこれの抹茶バージョンっていうことで、これの抹茶バージョンだよって言いますね。これを食べた後に。絶対言いますから。それでは、いただきます。おー。ブラウニー。私、ブラウニー大好きなんです。うわー、早く食べたい。プルルル。いただきます。ちょっとみたいなのが残ってる？そう、残ってる。めっちゃ美味しい。うん。このブラウニーの食感を私なりの擬音語で表すと、モプソックみたいな。なんかモプソックみたいな感じです。全然伝わってないのは承知なんですけども、じゃあ一言言わせてください。めっちゃ美味しい。食べてね。次じゃーん！バターワッフル！もうこれめちゃくちゃ美味しい。もう旅行中に何個も食べたけど、本当に美味しいけど、皆さんにお見せしたいので、食べるところをぜひとも。だから今からわざわざ食べたいと思います。美味しいと知っているのに。開けていきましょう。うわ、開いた開いた。ああ、めっちゃいいね。もう、
開けた時なんかもうわーんって広がるんですよ、香りがもうワッフルワッフルっていう匂いが。うざいな、そろそろ。なんとしかも1個に3枚も入っています。大容量パックいかがですかって。じゃあ食べますね。うん、もう最高。うん、うまい。うん、なんかなんか普通のお菓子より硬いんですよ、ちょっと。そこがめちゃくちゃいい。食感がめちゃくちゃいいです。なんかゴリゴリ、なんかじゃあね、ゴグゴグ、なんか普通のお菓子サクサクじゃないですか。でもこれはが点々が入ります、音に。なんかこうゴグ、なんかこうゴツゴツみたいな。なんか褒めてんのかけなしてんのかわかんねえと思う人いるかもしれないですけど、褒めてます。めちゃくちゃ美味しいです。食べてみてください。次じゃーん、みなさん知ってるだろう、ハニーバターチップです。これはもう食べたことある人が多いと思うんですけど、食べますね今から。ハニーバターチップあるある、上からあかん。え、マジで開かないんで、ちょっと諦めます。ここからいきますね。わー、めちゃくちゃいい匂いする。わー、それでは食べますね、一つ。いただきます。本当にありがとう、みんな、マジで。うん、あの購入品紹介の時にも言ったんですけど、普通のポテトチップスとかで味が濃いんですよ、めちゃくちゃ。なんかベロ下になんかこのポテトチップスについてる粉みたいなのがつくんですよ、食べたらペロロロンって、こうペロロロンって。粉が美味しくてたまらない。もうこれはマジで食べてみてください、食べたことない方。めちゃくちゃ美味しいので。次、そろそろ次の言い方にみんなストレスを感じ始めたよね、絶対。ちょっと改善する、次は改善しますね。お次に、じゃあじゃーん、このやつ、ごめんなさい、名前がちょっとあのいまいちわからんもののやつ、あのカウのやつです。めっちゃ美味しいやつね、これ。あのこれはとりあえず1個食べますね。じゃあこの牛乳の方を食べます。いちごはこれのいちごバージョン、この牛乳のいちごバージョン。